それでは本日のファイナルラストを決めたいと思います。決勝戦は呂布カルマ、サイモンジャップ出てきてください。ここでルールが変わります。8小節4本勝負というのは変わらないんですけども、3本選手というルールに変わります。そして今回3本選手は延長の札はなしです。あ、そうです、日本選手ですね。3本やったうちの2点取った方の勝ちっていう風になります。で、今回延長の札はなしでお願いいたします。要は先攻後攻どっちかだけで決めていきます。最大3本最低2本の試合となります。そしてビートはまず一番最初にダディミックスさんが3曲聴かせてくれます。 A、B、C のパターンを聴かせてくれます。そのビートを先行の MC が選べます。そして高校の MC は何も選ぶ権利はありません。はい、そうなんですよ、ビート聴いてからの方が多分あると思うので、ということで、それで、都度もし忘れてしまった場合はもう一度お聞かせくださいっていうふうに言っていただければ全然流しますので。それではダディミックスさん、そして今までのバトルは一番最初ワン、ツー、スリー、フォーから速攻ラップしていただいてたじゃないですか。ワン、ツー、スリー、フォーの後に4小節聞いてから入ります。まあ一回例えばですけど、じゃあさっきのビートでやってみましょうか。わかります？大丈夫ですか？大丈夫ですね、大丈夫ですね。視聴者の皆さんついてきてますか？大丈夫ですか？大丈夫、大丈夫ですね。さあ、それでは行きましょう。ダディミックス、新アドレナリン、レディーファイブ。ここYo、 俺が入るぜこの音、わかるかきっと、君と音の友、つまり男ども、この場所で火を灯そう、やっぱそうだろう、これがアドレナリンだ、これが決勝、イエス決勝、熱情してくしかねえっしょ、俺の名前が8フィート E、 8ビートに乗るビートリーダーズベイベーっていうような形でお願いいたします。影武者、影武者スタイル、もうこのまま出てもらおうかな。はい、ということでいきたいと思います。それではダディミックスさん、まずは決勝で選べる3つのビートを聞かせてください。まず1つ目 A パターン。ワン、イエー、さよならさよならっていうことですね。そして B パターン。そして C パターン。はい、で先攻後攻は試合ごとに毎回じゃんけんをしていただきます。それではいきましょう。まず第1本目、先攻後攻決めるじゃんけんをお願いいたします。後攻では先攻サイモンジャップさん、ビート A パターン、 B パターン、 C パターン、 A パターン、ビートは A パターン、さよならさよならでいきます。それでは決勝戦1本目行きたいと思います。8小節4本勝負、4小節聞いてからのエントリー。それでは行きましょう。先行サイモンジャップ、後攻呂布カルマ、新アドレナリン、レディーファイブ。ギュギュ、うん、さよならか、そうじゃねえな、また出会った、Yo、 あん時俺たちはバチバチにやり合った、なんなら仲間だけど蹴落としたり、 Yo、 相手のことディスったり、 Yo、 ダメだなってミスったり、いろいろある、お前どう思ってんだよ、
世の中コロナ禍だろまだでも俺たちバカだからもともとこのまま転がしたら言葉真夜中に親の声を親の目先生の目盗んでやってきたクラブと同じだなまるで元に戻ったぜアンダーグラウンドここ俺たちの居場所だな俺らのヒップホップ学校じゃ教えてくれねえ放課後が俺らにとってヒップホップを学ぶストリート学ぶ大事な場所だったんだぜわかるこれから何が始まるあの人たち何やる俺関係あるまあいいや俺は俺の道お前はお前の道行くだろフェードアウトしていなくなりそうな先輩のとこ YouTube 行って紹介してる先輩それはそれでビッグアップを捧ぐぜだけど俺は現役のバリバリいつまでだって消えねえ心配ない YouTube に映らなくたってバリバリ輝いてるまんまここにまた立ってる現役のバリバリえよお前もあんまりやってなかったよなこれで久々に俺と会って何何別に関係ねえよバチバチ俺もかませるぜかませるには絶対にならねえおめえのな今お前は現役ナンバーワンだろそれに勝ったら俺がナンバーワンだろ一回ひっくり返ったぐらいで変わるようなバトルなシーンじゃねえ俺は何回だって転がってるがまだチャンプそれはなぜかなぜ王様かなぜ毎回毎回俺がここに上がってくるかそれが分かってなややつらにはガッテムだぜ勉強しなよ分かってたよけど今のバトルは分かんねえだから俺がお前に勝ってかまして分かるか勝ってきた俺はよ黙ってなクソなヤジは関係ねえんだ俺たち立場キャリアバリアさっき張ってるって言ったけど今はねえな分かるかって言ってはい分かりますって言ってたら俺最初からラップ選んでね分かんねえことバカだぜまだ俺も俺だって分かんねえ締め先だって分かんねえサイモンチャップも分かんねえから掴んでワクワクしてたまんねえんだよ終了さあそれでは一旦マイクの方を置いていただきます1本目、名勝負です1本目の判定の方に移りたいと思います、延長札はなしでございます宣告か報告か一択になりますそれではいきましょう決勝1本目レッツチャーチ高校高校高校1本目は呂布カルマが選手しましたまずはワンポイントさあそして2本目のバトルの方に移りますどうしますビートは B パターン C パターンもう一度聞きますかそれともそのままいけますかあ、了解です先行の方が決める感じですねここそれでは立ち位置入れ替わっていただいて、先行が呂布カルマここがサイモンジャップとなりますB パターンビートは B パターンとなりますそれではいきましょう2本目8小節の4本勝負決勝戦新アドレナリンレディーファイビートは B パターン正直なんだっていいから今回のことで痛感したぜ音がなきゃ俺たちは遊べない新アドレナリン遊ぶ場所与えてくれて結構ありがとうその上で目の前に立った相手に屈辱を与えるのみだいや音がなければ遊べないそうだぜ今日はアドレナリンお前のその顎狙いワンツーぶちかましたいそんな感じでこの試合よまるで殺し合いではないなあてめえらの生き様をこの場で思いっきりハックこの距離感じゃお前のワンツーは俺のここには届かない俺の言葉はお前の顎じゃなくて心臓を打ち抜くのさついでにそこで見てるお前ら黙ってるだけじゃわからないやんないことやったっていいんだぜ大きな声出して伝えてくれお前は前も言った俺のことを一生傷残す俺は生きてるよここにお前わかるだろ一番しかも俺のことお前だなんだお前も言わねえのにそういうタイプかまあいいやいやフリースタイルじゃバトルじゃそんな感じかサイモンジャップまがいもんじゃんって思ってたけれど本物じゃんもんじゃさん裏でも表でも楽しくやろうぜでもここは失礼狼藉働きまくりの俺たち MC 牢屋に入らない外で輝き続けるのみ牢屋に入らないそりゃ利口でいいな俺はバカだしクソだから牢屋入ったよでもバカ原始ってここに立ったよそれがなんだよ悪いかよ俺はバカだよクソだよそんなクソなりろくでなしの代表サイモンジャップ
バカでクソでも結構、でもそれ直していこうよ。お前らが捕まったおかげで俺のしのぎは一個なくなったよ。まあそれは言わねえ、それはこっから掴んでいくぜ。今日ここの30万円一つ、こんなもん1ヶ月分のギャラと同じだよ。ええ、間違いねえよ。言わねえとか言っちゃってるよ。まあいいや、自分で厳しいところを今さらけ出すくらいがいいな。何にも俺たちは隠すこともねえぐらいリアルに生きてる、希望に満ちてる。だからこうやって今立ってる。終了。両親に大きな拍手。さあそれでは2本目の方の判定に行きたいと思います。ここで決まるのか、もう1本もずれ込むのか、一択でお願いいたします。それでは行きましょう。レッツジャッジ。先行先行後攻ということは、優勝は両夫カルマ。サイモンジャップにも大きな拍手。サイモンさん一言お願いいたします。いや、出れてよかったです。来てくれた皆さんありがとうございます。コロナまだまだ大変ですけど、ヒップホップ今支え合ってみんなでガチでやっていきましょうって感じかな。はい、ありがとうございます。あと7月の29日、サードアルバム出るんで、あと、これ物販の話とかしていいんで。あ、全然大丈夫です。あと物販でも大きい声出して多分いると思うんで、よかったらお話ししに来てください。よろしくお願いします。サイモンジャップに大きな拍手。